それだったら朝倉未来と戦います。逆にそういう感じで接したんで。いろいろなんで、はい、そうなんですね、はい、ミシュランで、あ、それはね、あの今日料理長さんがまだ裏にいらっしゃるんですけど、あ、そうなんですね、はい、その方が、はい、あのまた大宮にもう一軒寿司をオープンするんで、あ、今月の16日かな、はい、オープン予定なんで、昔オサムのブランチに出たぐらい、そこは赤坂、はい、一月通りになったお店なんですけど、はい、まあ、テレビにモールの生してるんですよ。最悪でした。ここに夕方の時、かわいいですね。あ、その当時なんですよ。で、それ出た後ですよ。出るは何まくりですよ。あ、気まぐれクックさん、なんかいたな、そんな人はできないですよ。普通の人です。そうですよね。珍しいですよね。ケーキって、あの、注文で、はい、例えば、ちょっと、誕生日なんで、なんかないですか、はい、とか、そういう時に、そう、作ってあげれば、はい、ありがとうございます。途中いかがわしい店ちょっとだけデザインってことありますけど、ちょっと出しちゃうような可愛いですよね。週に一番売り上げる金曜日とか作ってる売り上げも見て逃げちゃうんですよ、ね、このボーイさんたちも。そうですか。値上げが残った店長とかと、逆にそういう感じで
省してたんで僕調理場でいるじゃないですか、ドリンクとかつけてクールやないから、何俺、トリンチ持ったことないんですよ、じゃあ教えてくださいって言って、こんな教わっちゃって、俺で、これ、ここにアイス引っ掛けて、こんななってコースターここに入れて、しまいにはマイクはやってるわ、タンバリン叩くわ、めちゃくちゃですよ、何でもやっちゃう、何でもめちゃくちゃでしたね。ですよ、髪の毛は金髪だし、ネックレスジャラジャラしてめちゃくちゃですよ。だから高級店でかしこまってるとお客さんが結局かしこまっちゃうじゃないですか。そうなんですよ、ね、前にそのお客さん結構みんな笑ってるんですよ。結局みんな笑って帰るみたいな。他みんな真剣になんかやってるのに静かになんかとかやってるのに山本さんとかやると必ず笑いが絶えないと。最高です。やることはちゃんとやって楽しませてあげるときは楽しませてあげないといけないのかな。マスクも二重にしてあるんで感染対策万全万全です。満足度高いですね、お客さんのね。楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。ありました。はい、目指しないです。1分間立ちで勝負します。スタンディングです。これ山口と山口さんです。はい、はい、テレフに入れてるなんて入れるの、ケーキな任せますよ。はい、わかりました。つけてない板前だったら。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい。